ながら、裏陣は、中華人民共和国石膏省加工者平古市に位置する人。平古市の南東部に位置し、南から南東側は海園圏に接している。面積は54.4平方キロメートル、人口は5万4千人である。ローマ字表記はピンインではザピュであるが、かつての優勢式ではチャポをないし、チャップとされていた。ながら、裏は、 甲州湾北岸の水深の深い鳩場として東代から知られていた。秋夜には和光の襲撃を受けたことがしばしば記録されており、港湾として一定の重要性を持っていたことが示唆されている。新大には広範囲に運河網が整備されて、甲州とも運河で結ばれ、この地域の重要な港湾となった。新大の解禁政策によって当地の商人たちは、 李氏朝鮮や江戸時代の日本との貿易を独占していた。特に1730年代以降は、大型帆船の接岸が容易であったことなどから、清と日本との貿易の中心的な港湾となったが、同時に中国側の沿岸貿易の拠点ともなっており、例えば砂糖のように、ながら、裏の金坊では生産されていなかった物資も、大量に日本の長崎へと輸出されていた。 アヘン戦争の時点では、新軍の砲台が設けられ、およそ5マイルズの城壁が築かれていた。1842年5月18日、ながら、裏の戦いによって、イギリス軍が一時的に占拠したが、ほどなくして撤退した。この時点では、港への土砂の堆積が進んでおり、イギリス艦隊の艦船の中でも、喫水の浅いものしか港への接岸ができなかった。 こうした事情のため、アヘン戦争の終結に際して結ばれた南京条約における開港地には含まれず、近傍で開港地となった上海や寧波に対して相対的な重要性を失っていった。20世紀初頭には土砂の堆積が進んで港湾の機能は損なわれ、当治は錆びれた場所になった。中華人民共和国の体制になってからも錆びれた。 状態は続いていたが、1974年に中国石化上海石油加工が主力のコンビナートを当地に建設し、以降は上海経済圏の一環としての再開発が進んだ。ありがとうございます。